遅くなってすまない。行っておいで。ステージで歌うユエを見るのも久しぶりだ。今日は久しぶりにリリーが来てるわ。ダメだ、殺すな。ゆえすまな。残念ながら非常に厳しい状況です。延命措置によりある程度の期間生命を維持することは可能ですが、意識が戻る可能性はほぼないでしょう。この件についてお話ししたいことがあります。中に入っても？どうぞ。実は今回の襲撃は身内の仕業である可能性があります。詳しいことはまだ言えませんが、不穏な動きを察知したため警戒態勢を強化しようとしていた矢先でした。襲撃者の最終的な目的は分かっていませんが、この病室は信頼できる人間を置いて24時間体制で警護し、誰も立ち入れないようにする必要があります。警護役はすぐに手配できるか？それは直ちに。そしてもう一つ警戒しなければならない。
今度はあなたが襲撃のターゲットとされることです。そのため、あなたにも護衛をつけます。その上で、できればご自宅から外に出ず、待機していただきたいんです。それはいつまでだ？少なくとも、襲撃を命じた人間を突き止め、確保できるまで。襲撃者の目星はまだついていないのか？あなたもご存知の通り、ボスが後を継いだことに対して幹部連中が不満を持っているのは確かです。指示を出したのが幹部の中の誰かである可能性は高いです。特定には至っていません。ですが、犯人の身元が分かればきっとすぐ。夫が動けなくなった場合は、新しい当主が決まるまでの間は私がその任を代行するのが彼との約束だ。それは聞いているな？それは確かに聞いています。幹部の間に不穏な空気があることは知っている。襲撃を計画したのが誰であっても、これをきっかけに全員が動き始めることだろう。その動きも含めて私の方で対処する。そして誰が夫の襲撃を計画したのかをこの手で突き止め報復する。この部屋の警備役を手配した後、幹部の4人に正午までに事務所に来るようにと伝えてくれ。私の目で実際に見分する。まずはそこからだ。それではすべて護衛はつけていただきませんか？こちらで手配しますか？私の手足となって働いてくれる人材なら喜んで。それは護衛とは言いません。あなたのつける護衛は受け入れる。ただそれとは別に窮地の探偵に手助けを頼むことを許してもらいたい。昨夜9時ごろ、モンコックのナイトクラブで銃撃事件がありました。被害に遭ったのは黒社会組織高架会の当主ヤン・ヨンシャオで、現在容体は不明です。犯人はその場で死亡しましたが、身元はまだ分かっていません。この事件が原因で組織間抗争が激化する可能性があることから、警察では一般市民に外出を控えるように注意を呼びかけています。一命は取り留めた。今後のことについては追って指示を出す。ここはひとまず解散してくれ。ヤン・ヨンシャオの妻だ。襲撃事件について話が聞く。お前は誰だ？俺はデカだ。この事件の担当になった。申し訳ありませんが、今は立て込んでいるので、明日にでも事務所まで来ていただけますか？立て込んでるから後にしろだと？お前、警察に歯向かうつもりか？別に逃げも隠れもしませんよ。ただ今のところは時間がないので、明日にしていただきたいと言っているだけです。事情聴取は任意ですよね？それとも捜査令状でもお持ちですか？
女だからって手加減してもらえると思うなよ。あなたの様子、今からネットで実況しましょうか。香港警察の横暴捜査を告発ってね。あ、待て待て待て、わかったわかった、明日事務所に行くから逃げるんじゃないぞ。ずいぶんと警察の扱いに慣れている。挑発はほどほどにしてください。俺だ。例のものは見つかった。証拠の写真はこれから送る。ありがとう。助かったよ。4人とも例の火鍋屋に集まっているようだぜ。やはりな。それでは自宅の方に来てもらえるかな。大変なことになったな。大方高校者か天上界の仕業だろうが、こうもいきなり仕掛けてくるとはな。ふん、案外お前の仕業じゃないのか。俺が？とんでもねえ。俺はわざわざ他の組織の恨みを買うような真似はしねえや。むしろ疑わしいのはお前の方だろう。そうだな、四将のことをお前が嫌っていたことは誰でも知っている。どこの誰がやった、今のところ容体は伏せられているが、おそらくトップは交代になるだろう。やれやれ、半年前に代替わりしたばかりだというの。いよいよ俺様の天下が来たってことかな。なんといっても一番の稼ぎ頭だ。お前なんかに舵取りを任せたら沈没マシグラだ。なんだと？いずれにせよ今日の収集には誰も行かないだろう。具合には俺たちがおとなしく指示に従う気がないことを示すいい機会。そいつはいいな、俺も乗った。まあ、依存はない。私は、みんながそうするなら追随するまでだ。それなら決まりだな。あ？俺にメールか。差出人はリリー。俺に会いたがってるのはどこのリリーちゃんかな。なんだと？悪いな、やっぱり俺事務所に行ってくるわ。どうしたんだ？悪いが何も言えねえ。でもアトメ候補を降りるつもりはないからな。一体何があったんだ？リリーといえば
容赦は6月の源氏だが、そんな名前だったか。あの女か。確かに先代にも可愛がられていたようだが、ここで出張ってくるような話は聞いたことがないな。差出人名がそうだったからといって本人とは限らないだろう。具合からの指示かもしれない。あいつがそんなやり方をする玉か。落ち着けよ。情報が得られないところであれこれ考えていたら知りたがない。足並みを揃えられなかったのは残念だが、まだこちらには3人、こちらの優位は揺るがない。誰だ。ユエだ。そこにラオバンがいるだろう。代わってもらえるか。ユエがあんたに代わってほしいぞ。何の用だ。迷子の子猫を一匹あなたのところで預かっていると聞いた。ゴーに伝えていいかな。わかりました。すぐそちらに向かいます。一体どんな魔法を使ったんだ。あんたひょっとして魔女だったのか。そうだな。私の水晶玉にあなたがジャンと会ってる姿が映ってるようだ。うちを抜けるにしても筋は通してほしい。今日のところはこちらに来てもらう。わかった。俺もこれからそちらに向かう。聞いての通り、俺もこれから事務所に向かう。あの女、大した食わせ者だ。お前はどうする。ここで一人だけ突っ張るのは得策ではないだろう。わかった。俺も向かおう。この度はボスが大変なことになって、ユエさんもさぞ心痛のことだろう。だが襲われた現場にはガイがいたそうじゃないか。なのになんであんなことになったんだ。あんた護衛として失格じゃないか。起きてしまったことは仕方がないとして、ともかくボスの容態を知りたい。復帰はできそうなのか。率直に言うと復帰は無理だろう。意識が戻る可能性は低いと聞いている。つまり次の会長を決めなければいけないということでいいのか。いや、降下界は私が継ぐ。なんだって。どういうことだ。なるほど。
そういうことだったか。あんたが容赦王に近づいたのは、こうやって豪華会を乗っ取るためだったんだな。確かにジョローグモのような女だ。天民、言葉が過ぎるぞ。ならばあんたはこんな女のもとにつく気はあるのか。言い方が間違っていたな。ジョローグモは巣に獲物がかかるのを待っているだけだが、この女はむしろ積極的に男を喰らいに行っている。今回の暗殺もこの女の仕組んだことかもしれないぞ。元来先代が亡くなる前に当主の証である地流玉印を受け継いだのは私だ。夫の四将が高架会を継いだ後も私がずっと所持してきた。地流玉印を所持する者が高架会の当主。私はこの玉印を誰にも渡す気はない。先代がお前に地流玉印を預けたなんて話は初耳だぞ。そうだ、それに今時そんな印鑑一つで当主が決まるとかやってられねえよ。あなたが四社を後継ぎとして推したのは、地流玉印の所有者が四社をだからという理屈だったな。実際にこうして所有しているのは私だ。その理屈からいくと、あなたは私が後を継ぐことを否定することはできないだろう。こいつはいい。確かにその通りだ。天民、少なくともお前だけはこの女が後を継ぐことを認める必要があるな。あなたは？やはり私が高架会を継ぐことに反対なのか。地流玉印の所有権云々はどうでもいいが、今日の采配を見てる限りこの中ではあんたが一番賢そうだ。他の連中に譲られるぐらいなら俺はあんたの下につくよ。他の二人は？わかりました。地流玉印をお持ちなら仕方がない。仕方ねえ。認めてやるよ。でも乗ったのが泥船だとわかったら、俺はすぐに降りるからな。あんたに相談したいことがある。落ち着いたら電話してくれ。それでは屋敷に戻りましょう。表に車を回します。広い家だな。さすが高架会の当主の自宅ともなれば違うね。あまり勝手にあちこち見て回るなよ。こういう家は迂闊なものに触ると警報が鳴るんだ。
ほら、それとか。え？すごいな。会長の家だと、こんな雑誌でもセキュリティチェックかかってんのか。冗談だ。さすがにそこまでじゃないよ。お前がまるでパンダみたいに落ち着けなくうろうろしているから、釘を刺しただけだ。兄さん知ってるか？動物園のパンダってのは日がな一日寝てるんだぜ。ライダ、Cさん、ゆえさんの依頼でここに来た。探偵をしている。ユウです。ガイさんに雇われました。こっちは俺の兄のルクです。よろしく。今、Cさんって言ったな。あんたもウェブの関係者なのか。あんたもというのはどういうことなんだ？お前はウェブの関係者なのか？その答え方だと、あんたは関係者じゃないようだな。俺は C さんと同じウェブからの脱退者だ。なるほど。それじゃ C さんの知り合いなのか？コードネームは何度か聞いたことがあったが、直接は知らない。まさかこんなところに潜り込んでいるとは思いもしなかったかな。彼女をヤンケに紹介したのは俺だ。昔、Cさんに助けてもらったことがあってな。それで彼女のコードネームを知っているというわけか。つまり、二人はCさんを介した知り合いだけど、特に知り合いじゃないってこと？平たく言うと、赤の他人だな。いわゆるシックスホップってやつだね。なんだよ、そのシックスホップっていうのは。今時の若者言葉か何かか。兄さんに説明するのは面倒だから、赤の他人でいいよ。ユーモウェブのメンバーだったのか？まさか、あんなとこにいたら命がいくつあっても足りないよ。兄さんみたいな不死身の体じゃないと到底生き残りやしない。人を化け物扱いするなよ。俺なんか C さんに比べれば可愛いもんだ。あっちは子供の頃から徹底的に戦闘技術を仕込まれた叩き上げ。俺は一時の気の迷いでスカウトに応じただけの子羊だ。兄さん、あの頃グレてたからな。それでも子羊じゃないだろ。そんなごつい子羊なんていないって。ユウさん、はじめまして、ルクです。こっちは弟のユウ。ユウです。兄のマネージャーをしてます。兄さんへの依頼は全て俺を通してください。お前、いつから俺のマネージャーになったんだ？ただの冗談です。基本は俺が頭脳派、兄が肉体派です。顔を合わせるのは久しぶりだな、ゆえ。俺のメールは役に立ったのか？おかげでファーストラウンドは完勝だったよ。グアイ、彼が探偵の。紹介は必要ない。グアイとは。
まあまあ、これで全員自己紹介が済んだってことで。それでは警備体制について話をしたいんだ。犯人を確保するまではなるべくユウさんには外出を控えていただき、在宅時は基本2人ずつ2交代制、外出時は全員でカバーして、2交代の組み合わせはルグ兄弟で1組、そして残りの私とライトで1組にしたい。依存のある者はいるか。そもそも俺は護衛役として呼ばれたわけじゃないんだが。そうだろ、ゆえ。ダイバー、私の代わりに調査をしてもらうために来てもらったので、そのフォーメーションからは外してもらえないかな。在宅時は2人つく必要はないので、1人ずつ3交代制で十分だ。外出時のみ休んでいない2人がついてほしい。言っちゃ悪いけど、ガイさんでちょっと苦手だな。お前な、雇い主に対してそんなこと言うなよ。苦手って気持ちは俺もよくわかるけどな。ライさん気が合うね。ところで、ダイはいつワイと知り合ったんだ？ひょっとして昔からの知り合いなのか？ああ、ちょっと事情があって、昔から浅からぬ知り合いでね。あらかじめ言っておくけど、こいつは簡易版なんで、それなりのセキュリティソフトが入ってたら弾かれるよ。ダメで元々だ。何か情報が得られれば儲け者というところだな。了解。それにしてもゆえさんって意外にえげつないんだね。元ウェブならこんなもんだ。なぜそれを？実は俺もウェブ脱退組でね。あなたが？でも私はあなたのことを知らない。まあ直接同行したことはないからな。でも C さんといえばウェブの中ではそれなりに知られた存在だ。だからあんたの顔を見て気づいたってわけだ。そのことは具合に言ってないよ。そこまで俺も野暮じゃない。リリーです。さっきは来てくれて本当にありがとう。ところでこの人、ボスを撃った人なんだけど見覚えない？何か知ってたら教えてね。待ってる、リリー。なんで一斉送信せずにわざわざ一人ずつ送信してるの？文面同じなのに。そりゃ職業病ってやつだな。そうか、あれは他のやつと同じ内容だったのか。来た来た、Bとラオバの端末には潜入成功。でも残り2人はダメだな。
メールを開封した形跡すらつかめない。二人に仕掛けられただけで上出来だ。情報はいつから取れる？あまり一度に大量に情報を送信させたら気づかれるから、メールはタイトルと送受信アドレス、画像はサムネイルをちょっとずつ送信させる仕組みになってる。なるほど。それで気になるものがあったら詳細を取り寄せると。そういうこと。まあ最初は解析には時間がかかるだろうから、のんびり待ってて。そういえば今日幹部との会合で天民から女郎雲と呼ばれたんだ。なんだって？私は真っ先にダウのことを思い出したよ。これは偶然だと思うか？ラウ？私の元雇い主の刑事だ。私のことをジョロウグモと呼んでいた。私とラウにとって因縁の深い男だ。その男と天民が通じてるっていうのか？それはありえない。ダウはもう死んでいる。ただラウには確か同じ刑事の兄がいたはずだ。そっちの消息は知らないが、調べてみる必要はあるかもしれないな。頼む。それでは悪いけど私も少し横になるよ。じゃあ俺は担当時間の間は寝室の前で待機しておくかな。ルク、悪いが寝室内で待機してもらえるか？ちゃんと椅子もテーブルもあるから。それはさすがにまずいんじゃないか？問題ないよ。そうでないとボディーガードの意味がないし、妙な気を起こしたとしても死ぬのはあなただ。いや、もちろんそうだろうが。 C さんの寝顔が見られるなら俺も護衛ローテに入っておくべきだったな。なんなら俺が変わろうか？ほら、こういう輩が天井伝いに呼ばれに来るかもしれないだろう。やっぱり、その、夫婦の寝室に立ち入るのは良くないんじゃないかな。重傷とはいえ、旦那さんもまだ存命なんだし。そういうことなら安心してほしい。ここは夫婦の寝室じゃない。来客用の寝室だ。警戒のために部屋を変えているんだ。さっきは言えなかったが、一つユエさんの耳に入れておきたいことがある。さっきは顔を見て C さんだと分かったと言ったが、本当は俺はガイに頼まれてあんたとウェブの関係を調べて、あんたが C さんだったことを知ったんだ。もっともさっき言った通り、あんたが元ウェップの殺し屋であることはガイには伝えていない。なぜ報告しなかったんだ？あんたがウェップに狙われているようなので、その理由が知りたい。それがガイから俺たちへの依頼内容だった。しかしあんたが C さんである以上、ウェップに狙われていることはありえない。やはり知らなかったか。 C さんの脱退はウェップの幹部会に黙認されている。幹部会はあんたが脱退時に組織に害をなす男を始末した功績とトレードオフで不問にしたようだ。
ベブに追われていない以上、あんたが C さんであるという情報をガイに知らせる理由はない。だから俺はその件については口をつぐむことにし、ガイに対してはウェブがあんたを狙っている事実はないとだけ伝えたんだ。ガイからあなたに調査の依頼があったのはいつのことだ？ほんの4日前だな。話してくれてありがとう。どうやら今回の件、幾重にも裏があるように見える。それは同感だ。ことにガイはあんたにも隠していることが多そうだな。ところで、あなたがウェブにいたことをガイはどうして知っていたんだ？ガイと俺たち兄弟は幼馴染なんだ。もっとも、言うと俺は結構年が離れてるんで、ガイと遊んでたのはもっぱら俺だけだけどな。幼馴染？それにしてはガイの方がかなり老けて見えるって言うんだろ。あいつは昔からそうだ。実際少しばかりあいつの方が年上ではあるが、あの老け顔のせいで必要以上に年上扱いされて何でも押し付けられてた。本人もそのせいで面倒見のいい性格になってね。親でもないくせにいろいろと口うるさく注意されたよ。二十歳になる前、その頃の俺は生きがったチンピラだった。度胸だけはあったんで無茶ばかりしていて、そのクソ度胸に目をつけられてウェブからスカウトされたんだ。ウェブはやめておけ。今やっていることならまだ若気の至りです。あそこに入ったらシャレにならなくなるぞ。高架界に入ってるお前に言われたくないね。どっちも同じ黒社会組織には変わりないだろ。ウェブは高架界とは全然違う。奴らの基盤は本土系で、仕事として受ければ終始を通す、どんな相手でも殺害する暗殺集団だ。大加害は、はみ出し者を引き取って、仇の社会に迷惑をかけないように隔離している。クアンさんの立場は、いわば管轄主任のようなものだ。なんだそりゃ。高加害は社会福利所かよ。俺たちみたいに、どうしたって社会に適応できない奴は、受け皿は必要だろう。そういう意味ならウェブだって受け皿だろう。どうせ人に顔向けできないようなことをしているのに、そうやって立場を正当化しようとする方が俺はどうかと思うがな。別に正当化しているわけじゃない。どこが違うんだよ。俺はそんな建前に隠れるなんて性に合わない。どうせはぐれるなら堂々と道を外れてやるさ。せっかくのガイの忠告を無視してウェブに入った俺は、あんたと同じように見たくもないものを散々見る羽目になった。あれだけ大見えを切ったくせに、いざ入ってみたら尻尾を巻いて逃げ出してくるような情けない奴だよ俺は。だが逃げ出したこと自体は後悔していない。あれは正しい判断だったと今でも思っている。そしてガキの頃からあんな環境にいたにもかかわらず、自分の意志でそこから抜け出した C さんのことも心から尊敬しているんだ。尊敬？そうだ。俺みたいな勢いで入った人間と違って、洗脳状態に対して自分で疑問を抱いて抜け出したわけだろ。誰にでもできることじゃない。
ゼブを抜けた俺をガイは高架会に誘ってくれた。俺がガイの忠告を無視したにもかかわらず、もっとも先代の許可が下りず結局高架会入りは流れたんだがな。そういうわけで確かに俺たちに隠していることはあると思うが、味方を陥れるためではないと俺は信じてる。ガイにとって私が味方ならな。あんたガイと折り合いが悪いのか。さあ、今までほとんど話したことはなかったし、向こうがこちらのことをどう思ってるかはわからない。ただ今回の襲撃計画について事前にある程度分かっていた情報を私には知らせてもらえなかったのは確かだ。大して信頼はされてなさそうだな。そうなのか。具合が隠していることについては俺の方でも調べてみるよ。そういえばゴーが私に相談したいことがあるようなんだ。ゴーが？さっき去り際に耳打ちされてね。ひょっとしたらゴアイが隠していることに関係しているのかもしれない。今から会いに行くのか。さすがにそういうわけにもいかないだろう。まずは電話してみるよ。電話待ってたぜ。で、話とは？男湯の水晶玉とやらで見てみればいいんじゃないか。私の気を引くためだけにあんなことを言ったのなら切るぞ。わかった。だが今ここでオイスルと話せるわけじゃない。明日17時頃に二人きりで会えるか。二人きりというのは難しいな。具合抜きでというのなら可能だが。誰を連れてくる気だ。昨日の一件以来私にもボディーガードがついていてね。仕方がないな。ただ他言無用でお願いしたい。場所はそちらで指定してくれていい。それなら安心できるだろう。オーケー、場所は追って連絡する。明日のこの時間に具合抜きで外で会いたいと言われたよ。罠である可能性は。ボディーガードの同行も OK、 場所の指定もこちら側ということなのでまず大丈夫だろう。明日のこの時間ってことはガイは警護から外れてる時間だから知られずに外出することは可能だが、場所はどうする？そうだな、スターフェリーのハーバーツアーなんてどうだろう。なるほどな。それなら警戒するのは乗客と乗組員だけでいいからどうにかなりそうだ。念のため場所は明日直前に知らせる。そうすれば何か仕掛けることも難しいだろう。 OK、 それで行こう。昨日の刑事が来ています。リビングに通してくれ。ガイも同席してほしい。わかりました。モンコック警署のフェイだ。話を聞かせてもらいたい。ヤンの妻のユエです。お聞きになりたいことというのは何でしょう。今日は録画していないな。
この通り、今のところは録音だけです。刑事さんの態度次第ですが。ともかく竜走下での銃撃事件のことだが、犯人の心当たりを聞きたい。犯人は現場で死んでいますが、身元はそちらで調べているのでは？まだ分かっていないのですか？いや、あ、犯人はウォンキョン、23歳チンピラだ。本人は違うが、親は高校者の構成員だ。高校者の？そうだ。だが今のところ高校者は事件の関与を否定している。特にトラブルもないのに、わざわざ波風立てることはないでしょうね。確認したいのはそこだ。本当に高架界は高校者との間でトラブルを抱えていないのか？あちらとは微妙に活動範囲が違うので、別に仲がいいわけでもないですが、ジャンさんとの間に特に問題はありませんよ。向こうもそう言っていい。なら問題ないじゃないですか。そこだよ。お前ら警察の介入を防ぐために口裏を合わせてるんじゃないのか？めっそうもない。むしろ本当に高校者の差し金だと分かってたら、こちらの方から警察に相談してますよ。それなら他に奴に襲撃を指示した人間の心当たりはないのか？それを調べるのが警察の仕事でしょ。隠し事をするとためにならんぞ。恫喝ですか？ CAPO に通報しましょうか。お前たちだって指示した人間の正体は知りたいんじゃないのか？ん？それはもちろんです。ですから、それについての情報があれば喜んでいただきますよ。ふん、お前たちの手で報復するためか。そういえば、ヤンの後をあんたが継ぐことになったらしいな。これは耳が早い。優秀な諜報員がいらっしゃるのですね。警察をなめるなよ。お前らの動きはちゃんと監視しているんだ。ま、特に情報がないというなら仕方がない。今日はこれで引き上げるが、何か分かったら必ず警察に知らせるように。そちらこそ調査をしっかりお願いしますよ。Aさん、ちょっとまずいことになってる。来てもらえる？何があった？このまま取引を進めて B が落札したら間違いなく捜査が入るよ。
んない、今忙しいんだよ。今あなたがアクセスしている取引サイトをリロードしてくれ。あ、このサイトは警察が監視中。なんだこれ。今あなたが入札している取引先は警察のペーパーカンパニーだ。即刻取引を中止してほしい。今回の件はあんたに借りができたな。どういたしまして。今後はもっと慎重にするんだな。ありがとう。おかげで助かった。お役に立てて何より。これでこっちの方は一段落ついたみたいだし、今度はラオバンの方の調査を進めるよ。頼むよ。ゴーの息子の件も気になるしな。そういえばラオバンのところにいるんだっけ。わかった、注意してみる。リレイさん、これまずいんじゃないのかな。画像のデータを確認したけど、ラオバンのスマートフォンで撮影されたもので間違いないと思う。位置情報もついてるからある程度の範囲の特定も可能だけど。これ撮影日時は？最新のものは一昨日。この写真だね。これはゴーの息子のシンだ。なんだって。私はシンがラオバンの家にいることを知っていたが、そのことをゴーに黙っていた。無論ラオバンにこんな侵略癖があると知っていれば黙認などしなかった。この写真の状態なら今ならまだ生きているかもしれない。すぐに助けに行く。黙っていることを駆け引きに利用した以上、シンを救い出さないと。ゴーに顔向けができない。事情は分かった。でもこの後ゴーと会う約束があるだろう。どうするんだ。ゴーに事情を伝えて一緒にホグスに行く。その件じゃないんだ。落ち着いて聞いてほしい。シンがラオバンのところに監禁されているようだ。監禁だと？どういうことだ。詳細は後で話す。これからラオバンのところに踏み込むが、来れるか。やっぱり LINE のリリューはあんたのことだったか。 LINE？ 今日相談しようとしていたのはそのことだったんだ。あいつはここ2週間ほど家に戻っていない。友人のところにでも行ってるのかと思ってたんだが、あいつのスマートフォンが見つかって LINE の履歴にリリューへのメッセージが残ってた。これからおじさんのところに行くという内容。そのおじさんというのがラオバンのことなんだな。
図星のようだな。なぜそれを知っていながら俺に知らせなかった？そしてなんで今頃になって知らせてきたんだ？そもそもあなたはシンのことを何も知らなかっただろう。シンがラオバンに懐いていたことすら知らないぐらいなんだから。シンがラオバンに懐いていた？いつからだ？もう相当前からだ。シンはろくに話もできないあなたとの溝をラオバンで埋めていたんだよ。そんなに前から知ってたならなぜ止めなかった？保護者でありながらろくにあの子のことを知ろうとしないあなたよりもよっぽどラオバンの方があの子とコミュニケーションを取っていたんだ。お前は何を言ってるんだ？コミュニケーションなら何でもいいってわけじゃないだろう。それは謝る。私の判断ミスだ。ただ少なくとも私が知っている範囲では本当な関係だった。いわば父親代わりだったよ。保護者に放っておかれた子供が自分を受け入れてくれる場所を自分で探すのは当たり前だろう。シンを放置していたあなたにこの件に関してとやかく言う権利はない。今日になってあなたに伝えたのはシンがラオバンの携帯から助けを求めてきたからだ。今はシンの救出が最優先だ。いいな？わかった。誰だ？ゴーだ。息子を引き取りに来た。何の話だ？ここにはお前の息子などいないぞ。いないかどうか中を改めさせてもらう。拒否するなら強引に押し入るぞ。少し待ってくれ。やばい、扉から離れろ。なんてこった。ヤコさん本気だな。仕方ないな。あれ持ってくるか。あんた、銃が撃てるのか？誰かとここで待っていた方がよくないか？そうだな。本当はゆえさんには車の中でユウと待っていてほしいんだが。断る。私にはこの件について責任がある。責任者がのうのうと安全圏で待っているわけにはいかない。それに戦力として私がいた方が事態の収束は早いだろう。なるほど。 C さんとして復帰するというわけか。心配するな。足手まといにはならない。ルクと私が先行する。ゴーとユウはバックアップを頼む。わかった。そこまで言うならお手並み拝見という。何人ぐらいいるんだろう。襲撃を予想していたわけでもないだろうし、さすがに10人もいないと思うが。あと半分ぐらい。
だといいがな。これで5人目。さすがだな。確かにこれなら事態の収拾は早そうだ。何者なんだ？多分敵に回すと一番怖いコンビだよ。裏口かどこかから逃げたろうか。地下があるのかもしれない。そこで止まれ。止まらないとシンを殺すぞ。全員下まで降りてきて、銃をゆっくり床に置け。ユエ、こっちに来い。これが知られた以上、逃げられるとは。だがゆえ、お前だけは道連れだ。お前のことはずっと気に入らなかった。貴様、よくも俺の息子に。ダメだ。あなたが殺してはいけない。なぜだ。俺の息子の落とし前だぞ。あなたは真のことを何も知らなかった。今のあなたの怒りの正体は何だ。自分のものが奪われた怒りじゃないのか。生きてるか？うん、大丈夫。来るのが遅くなってすまない。これから私はあなたを監禁し、殺そうとした男を処刑する。足場のない者の弱みにつけ込んで、その信頼を裏切るような卑怯者を、私は許せない。これは私の判断で行うことだから、あなたは自責の念を持たなくていい。執行の瞬間を見る必要もない。ただあなたが今後自分を苦しめた男からの復讐に怯えることがなくなるように、それを確信できるように、音だけはしっかり聞いておきなさい。
チャイルドキラーとしての因果を引き受ける覚悟はできているか？女であるお前に何が？あなたの事情など殺された子供たちにとってはまるで関係のないことだ。私にもな。覚悟ができていようがいまいが、これがお前の報いだ。不満があるならいつか地獄で聞いてやる。か、それなら今は俺の上司だ。そうなのか。一体どんなやつなんだ？どんなやつって、そりゃあ、お前一体何を調べてるんだ？元同僚だからっておいそれと喋るわけにはいかんぞ。大きな声では言えないが、女絡みの素行調査でね。なるほど、浮気調査か。いや、しかし職場ではすごい優秀な堅物だし、想像もできないが。な、どこの女についての調査だよ。いいだろ、俺にもこっそり教えろよ。こいつにそんな弱みがあるなら俺が知りたい。おいおい、こっちにだって守秘義務ってものがあるんだぞ。でもお前、弱みを握りたいなんて、そいつのことが苦手なのか？実のところ、あまり一緒に仕事をしたいタイプじゃないな。なんていうかこう、あいつのやり口はどうもいやらしい。最近だと、おとり捜査用のペーパーカンパニーを使って別件逮捕で無理やり上げたり、手段を選ばないタイプなんだ。なるほどな。それに考えていることのスケールもでかい。ほら、おととい高架会の会長襲撃があったろ。あれを利用してだ。高校者と高架会の対立を煽って双方の弱体化を図ってたりとかな。面白そうな話だな。どういうことだ？どういうってそのまんまだよ。襲撃犯は高校者の関係者だったんだが、そのことを高架会にわざわざリークしろと言われたんだ。一方でだ、高校者には高架会が疑ってるとの情報を流している。それで両者が動いたところで、まとめて、パクるつもりらしいんだが、今のところどちらも挑発に乗ってきていない。ああ、高校者のジャンは元より、高架会を継いだ嫁の方も、意外になかなかの食わせもんだ。まあ、俺が話せるのはこのぐらいだな。お前の調査の役には全く出しそうにないが。いや、十分だよ。助かった。じゃあ最後に一つだけ。お前、ジョローグモという言葉に聞き覚えはないか？は？ジョローグモ？
当たりはないが、それもお前の調査に何か関係があるのか。ラウミンファが浮気相手のことをそう呼んでるって情報があってな。さすがに職場では使わないか。はあ、外人相手にしてはおかしな呼び名だな。少なくとも俺は聞いたことがないが、まあもし耳にしたらお前に教えてやるよ。ラオバーさんが殺されました。やったのはおそらくユエとかいう会長の女です。なんだと。ラオバーさんの家に戻ってきたら、詰めてた連中が死体になっていて、襲撃者と思われる奴らが今その死体を地下に埋めようとしているところなんです。襲撃者は何人だ。ユエもいるのか。ユエと見慣れない男二人の合計三人です。三人？それだけしかいないのか。具合は？見当たりません。これは思わぬチャンスかもしれない。わかった。これからそっちに人をやるから、もし連中が動きを見せたら、また連絡してくれ。わかりました。ユウにはこういう作業はやらせたことないのか。そうだな、今までユウと受けた仕事は要人警護がメインだったから、こういうことをする必要はなかったんだ。なるほどな。もっとも私も見せしめのために死体を残すことが多かったので、こういうのは珍しいが。こんなのはあまり慣れるもんじゃないよ。しかしこういうふうに死んだことすら闇に葬られるのも哀れなもんだな。裏社会に足を踏み入れた以上、そのぐらいの覚悟はできていて叱るべきだろう。私だっていつかはこうなる日が来ると思っている。ユエさん、あんた本当にこの家業が身に染みついているんだな。てっきりウェブを抜けて少しは変わったのかと思っていたが。私は物心ついてからこういう世界しか知らない。昨日あなたは私が洗脳から自力で抜け出したと言っていたが、私自身にはそんな実感はないんだ。そうなのか。じゃあどうしてあんたはウェブを抜けようと思ったんだ。私はウェブを抜けようとして抜けたわけではないんだ。ただ単に雇い主を殺害したから逃亡せざるを得なくなっただけに過ぎない。雇い主を殺害したのは誰かの依頼なのか。いや、私自身の意思だ。ウェブから追われることは分かっていてやったわけだよな。それはもちろん。ウェブでは起きては絶対だろう。だからそれを破るには相当な覚悟はいる。にもかかわらず自発的に起きてを破ったというのは、自分の意思で洗脳を解いたということに他ならないんじゃないのか。多分
そういう意味では私は最初からウェップの掟に縛られていたわけじゃないんだ。私が従っているのは、人は銀河王法を受け入れるべきだという掟だ。ウェップが依頼を受けて殺すような人間はそれなりの因果を持った人間ばかりだからな。そこにためらいはなかった。そして私が殺した私の雇い主ラウキンミンはその因果から逃れようとした人間だった。私はそれが許せなくて彼を殺害したんだ。私が従っているのは私に子供の頃から染みついている掟だ。それに縛られている限り洗脳状態から解けたとは言えないのではないだろうか。なるほどな。あんたの行動原理が分かった気がする。例えば俺なんかまさにその因果を持った人間だ。あんたは俺を殺せという命令を受けたらそれに従うのか。私に誰かを殺せと命じる人間はもういない。あくまで例えばの話だよ。家庭の話は無意味だ。なら質問の仕方を変えよう。あんたはまた誰かに暗殺の命令を受ける立場に戻りたい、もしくは戻ってもいいと思うことはあるのか。それはないな。私が高架界に仕えているのは誰も私を駒として使おうとしないからだ。安心したよ。あまりにあんたが迷いなく動くもんだから、ひょっとしてあんたは人を殺す理由を求めてるんじゃないかと心配になったんだ。ひょっとしたらそうかもしれないな。さっきあなたと組んでここを制圧した時に私は明らかにそれを楽しんでいた。もしそれが久しぶりに人を殺した喜びだったとしたら、私はただの血に飢えた獣だということになる。あんた今までもずっと人を殺すことを楽しんできたのか。かつてはそんなことはなかった。私にとって殺人は楽しみではなく生業だったからな。ただ一人だけ共に死神の使いとして働くことを楽しみと感じた相手がいる。あなたと同じウェップにいた人間だ。その楽しみが殺人の楽しみなのか、それとも違うものなのか、分かる前に彼は死んだ。それから今日までの間、私は誰も殺すことがなかった。だから私は今でもその区別がついていないんだ。あんたの感じた喜びってやつは、おそらく俺も感じたやつだ。だがな、それは人を殺す喜びではなく、こんなにも息が合う相手と巡り合えた喜びだと俺は断言できる。おそらくあんたにとってもそうのはずだ。さっきの深夜の態度を見ても、俺にはあんたが血に飢えた獣だとは思えない。そう願いたい。私もそう願う。だがもしそうでなかったとしたら、夫が失われることで私のタガが外れてしまうのだとしたら、その時はあなたの手で私を殺してもらってもいいか。夫が亡くなれば本来私はこの世に未練などないはずなんだ。しかし
人を殺すことを喜びと感じるようになってしまっていたら、私は死神として生き続けるだろう。きっとそれは夫の望む姿ではない。つまりあんたは良人が亡くなったらどの道その後を追いたいということか。そういうことになるだろうな。俺のことを信頼してくれているのは結構なんだが、俺はあんたの護衛であってあんたを殺すためにここにいるんじゃない。あんたのその願いは聞かなかったことにしていいか。あなたの立場でそう答えるのは当然だな。妙なことを言ってすまなかった。とりあえずこの作業をとっとと終わらせよう。そうか、上郎雲がついに本性を表したか。なるほど、そういう筋書きか。わかった。なら俺は病院に行って、具合が来たら四者を殺害容疑で身柄を確保すればいいんだ。四者を殺害容疑？まだ奴は生きているんじゃなかったか？いや、四者の始末も俺がやる。万全を期したいからな。その代わり、ジョローグモの方はお前に任せたぞ。どういうことだ。今自分が四者の始末をすると言わなかったな。グアイダどうした。ユエがラオバンの罠にかかった。高校者と組んでいたのはゴーだけじゃなかったらしい。罠にどういうことだ。ユエはラオバンのところに行ったんだろう。高校者の連中が待ち構えているはずだ。ユエを殺して治療局員も奪うつもりらしい。高校者の連中は四者の病院にも向かっている。そちらのとどめもさしてヤンケーへの復讐も完了するつもりだ。なぜお前がそれを知っているんだ。元来治療局員は高校者のもんだったんだ。それをクワンと奪った。高校者はそれを取り戻す機会をずっと狙っていた。俺はずっとゆえの方を狙っていたんだがな。実際はゴーとラオバンが玉品を高校者に返す代わりに高校者と深い関係を結ぶ密約を交わしていたんだ。俺は今からラオバンのところに行ってゆえの除名を願い出てみる。あんただってゆえを死なせたくないだろう。だからあんたは高校者が四者にとどめを刺すのを止めてくれ。せめて最後ぐらいゆえに見取らせてやりたい。こういうお前は一体どういう立場なんだ。俺が？俺はただの元高校者の人間だ。だから事情は知っているが、心情的にはヤンケに肩入れしている。ヤンケの人間の命を無駄に奪いたくないって言えば、あんたと利害が一致するはずなんだから。どうするんだ。俺を信じるのか信じるのか。
時間はないぞ。わかった。すぐに病院に向かう。ゆえさんのフォロー、頼む。俺だ。どうしたんだ。ラオバーが裏切った。ゆえを引き寄せて地流玉位を奪うつもりだ。ラオバーが一体どういうことだ。奴は地流玉位とゆえの首を手土産に高校者に寝返るつもりなんだ。今から俺はラオバーの屋敷に奴を止めに行く。お前も来れるか。やれやれ、面倒な話だな。わかった。俺も行くよ。天命め、一体何を食べらんだよ。天民と部下たちが外に集まってる。全部で十数人。みんな武装してる。十数人？死角だな。ルク、予備のマガジンはいくつだ？一つだ。私が二つだ。ユウは？一つ。二人が2階廊下で敵を引きつける。その間に1人がベランダから飛び降りて AKMS を持ってきて玄関から強撃だ。俺は AKMS 使えない。そうか。ならどっちが行く？俺が取ってくる。全員が中に入ってくるとは限らないし、できるだけあんたを一人にはしたくない。その代わり俺の予備のマガジンはあんたに預けていく。どうにか持ちこたえてくれ。わかった。無茶はするなよ。いいタイミングだな。残弾三発でどうしようかと。ルク、
兄さん、大丈夫か？平気だ。ちょっとかすっただけだ。天民、あんたのバックには誰がいるんだ？なんて女だ。全く手に負えやしない。でもな、あんたは逃げられないぞ。この屋敷の本質だ。武器を捨てて投降しろ。天民にはめられたか。どうする？ようやくつながったか。天民にはめられたようだな。近くまで来ている。出られるか？今どこにいるんだ？ラオバンの家のちょうど裏手だ。ベランダ越しに出てこれればピックアップできる。どうにかしてそちらに行く。ただし裏手からは行かない。そうだ、トランクには余裕あるか？今のところ大して物は入っていないが、さすがに3人も隠すのは無理だぞ。ルクなら1人でいっぱいだ。それで十分だ。わかった。それじゃ待ってるぜ。この女は人質だ。近づいたら殺す。違う、俺じゃない。俺が来た時にはすでにやられていたんだ。ボス、四将さん。そこで何をしている？なぜお前がここに？いつからここにいた？おい、逃げるぞ。動くな。そのまま中に入ってこい。銃を取り上げてベッドに手錠でつなぐ。
前がボスを決めろ。逃げるぞ。早いな。もう何か分かったのか。助けてくれ。ラウミンファーから追われてるんだ。分かった。ウエストカウルーンセンターにピックアップに行く。一体どういうことなんだ。説明してもらおう。犯人は俺じゃない、ラウミンファー。天民とラウミンファーは繋がっていたという。ゆえはどうしたんだ。無事なのか。わかんない。少なくともさっきまでは電話も通じなかった。最悪のケースも想定した方がいいだろう。なんてこった。クソ。どうやらうまくごまかせたようだな。その髪型、なかなか似合うぞ。確かになかなかの美女だ。そう。あとはトランクのルクの手当てが必要だ。ゴーは潜伏場所の当てはないか。うちにと言いたいところだが、張られている可能性が高いだろうな。 B の本業は地上げ屋だから、奴なら一時的に身を潜められる物件の当てぐらいありそうだが。なるほど。なら B に聞いてみるとしよう。あんた武士なのか。高校舎の連中に誘拐されたってニュースで流れてるぞ。高校舎？違うのか。ボスの襲撃はガイが高校舎と組んで仕掛けたって話で、ガイもボスを殺害した容疑で指名手配されてる。待て。夫がヨンシャオが死んだのか。ガイが病院に現れて殺害したってことになってる。監視カメラに映っていたそうだ。それは天民の流したガセ情報だ。私たちも天民にはめられそうになったので、今警察から逃げている。ことだったのか。でもその天民も、そしてラーバンも殺されたんだろ。それにはいろいろあってな。ゆっくり説明したいところだが、ひとまずどこかに潜伏したい。当てはないか。わかった。ともかく話も聞きたいし、あんたには借りもあるからな。ちょうどいい場所がある。ここで落ち合おう。
い、危ないじゃないか。急に何なんだよ。ゆえから電話だ。ゆえさんが罠じゃないのか。わからん。その可能性もあるが、ともかく出てみるぞ。ダイ、ゆえ無事なのか。こちらは無事だ。今ルク兄弟とゴーと一緒にいる。どうやら天民にはめられたらしい。これから B と合流する。そちらも来れるか。すぐに向かう。それとはお前に残念なことを伝えなければならない。容赦は亡くなったそうだ。知っている。今殺害容疑でグアイが指名手配されているそうだな。グアイも天民にはめられたはずだ。連絡が取れればいいんだが。グアイなら今一緒にいる。安心しろ。ひとまず合流して状況確認と作戦会議。あんた、本当に何でもできるんだな。このぐらい、自分の傷を自分で縫合するよりは、ずっと楽な作業だ。自分で塗ったことがあるのか？何回かな。不安なら、縫合の仕上がりを確認するか？見せなくていい。信頼するよ。あんた、男に肌を晒すことを何とも思わないの？あなたは、女が目の前で肌を晒したところで動じるような輩じゃないだろう。それとも晒されるのは不快か？それなら控えるが。なるほど、それも一種の信頼というわけか。あんたが俺をそれだけ信頼するのは、俺が元ウェップの人間だからなのか。そういうわけではないぞ。同じウェップの人間でも、いつ寝首をかかれるか警戒する相手もいれば、あなたのように背中を預けられる相手もいる。あんたはどうやってそれを見分けてるんだ？それは先ほどあなたも感じたんじゃないのか？あの理屈ではない感覚の共有は私の思い過ごしではないと思うが。こんなことをしてもあんたは俺のことを信頼するのか？夫は亡くなってしまった。だからあなたが本当にそれを望むのなら、情を通じても構わない。でもあなたが望んでいるのは、私の体でもなければ私の心ですらない。あなたは私に自身を投影して、自分が血に飢えた獣ではなかったことを証明したがっているだけだ。私の信頼に応えて私を殺すことは、あなた自身を断罪することになるのだろう。だからあなたは私の信頼を自分から引き剥がそうとしている。わざわざそんなことをしなくても、もうあなたに私を殺せなどと頼みはしないよ。やるなら自分の手で
肩をつける。それも夫の仇を討った後だ。だから今はもう気にしないでくれ。あまりみんなを待たせるわけにもいかない。そろそろ戻って状況を報告するぞ。了解。つまり今回の黒幕はラウミーファだったということか。ヤン四社を殺害事件の犯人として指名手配中の高架会幹部ウォン・ジーシンですが、現在まだ行方は分かっていません。また本日高架会の幹部ティン・マンボウの邸宅が襲撃され、警察は両事件について対立組織である高校舎に関係があるとみており、高校舎に事情を聴取しています。完全に高架会を潰しに来ているようだな。そして高校舎もな。俺のことが言及されていないのは口止めできると考えてるってことか。そういうことだろうな。というかお前の見聞きしたことは記録は何も残っていないわけだから、どうにでもなると思っているんだろう。かといってまだったところでいつ消されるかわからんのな。ユエさん、どうしますか。今回の件、圧力をかけられているのは高校舎も一緒だ。ダウの計画の証拠を集めるにあたって高校舎と手を組むことはできないだろうか。しかし今回の件では高校舎はとばっちりを食らってる形だろう。協力なんて無理じゃないのか。俺からジャンに連絡を取ってみよう。ジャンがあんたと話したいと言っている。久しぶりだな。そうだな、数年ぶりか。その節は世話になった。なるほど。もっともこちらとしてはその取引に応じる気はない。ラウミも、そしてお前がよく知っているはずの彼の弟のラウキも散々に栄養を飲まされてきたからな。ラウにはぼちぼち痛い目に遭ってもらうと思っている。今はお前が高架会の当主なんだろう。正式にうちと手を組んでこの件に対応するというのはどうだ。こちらこそ喜んで。問題はラウミーファの所業をどうやって表沙汰にするかだな。そうだ、何か策はあるか。
こちらに今ダウの言動について見聞きした刑事がいる。ただ録音や映像という形での記録は残っていないため、彼の証言だけでは弱い。そのため今回の二つの襲撃をダウ本人が指示した証拠をどうにかして手に入れたい。せっかくなのでラウの提案に乗ってみないか。どういうことだ。実際に私の身柄を拘束し、私をラウに差し出せばいい。グアイとゴーの指名手配取り消しを引き渡しの交換条件とし、そのやり取りを記録すればラウを告発する材料になる。現地を取るための罠というわけだな。ただし私はダウ自身が私の夫を手にかけたことも直接ラウから白状させたい。交換条件の交渉でそこまでの現地が取れなかった場合は、私をそのままダウに引き渡してくれ。二人きりになったタイミングでラウに確実に口を割らせる。もし万が一そのまま戻れなかった場合、高架会はどうする気だ。その場合はゴーに継いでもらう。それならあなたも引き続き安心して協調路線を取れるだろう。承知した。そこまでの覚悟はあるのか。させてもらおう。明日指定する場所に来てほしい。協力を感謝する。ユウ、機械に埋め込めるような IC レコーダーチップを用意できないか。それならラウに気づかれずに会話を記録することができる。わかった。録音可能時間は48時間ってところかな。スイッチは遠隔で操作できるから、ラウターを直前に記録を開始すればいいよ。それだけあれば十分だろう。準備を頼む。あんたはさっき、俺があんたに自分を投影しているだけだと言ったよな。確かにそうかもしれない。俺は今でも時々自分をぶっ殺したくなることがある。だがな、あんたを殺したくないのは俺自身を断罪したくないからじゃない。あんたは俺の他にも息が合う喜びを感じた相手がいたと言っていたが、俺にとってはあんたが初めてなんだ。こんな感覚を共有できる人間がこの世にいるなんて、今まで思いもしなかった。俺は、せっかく出会えたそんな相手をむざむざ死なせたくはない。あんたは、自分で自分に型をつけると言った。もしあんたが血を吸って生きる獣になり果てたなら、俺が責任を持ってあんたを始末する。この世に未練がないというのなら、俺があんたの未練を作る。だから、俺に殺される前に、自ら死を選ぶのは待ってくれないか。バカだな、俺も。こんなもんがあんたの未練になるかもしれないと考えるなんて。でもどれだけバカでも、俺はあんたが帰ってくる可能性を少しでも上げたい。帰ってきてくれ、必ず。
ゆえさん、一晩考えたことをあんたに言っておく。この件が終わったら俺たちのところに来ないか。兄さん唐突だね。俺そんな話聞いてないんだけど。お前は反対か？もちろん歓迎だけど、突然どうしたの？お前、ゆえさんと仕事して楽しかっただろ？そうだね。ゆえさんはこれまでにないぐらいうまく俺の能力を生かしてくれたし。俺もそうだ。で、ゆえさんが高架界を離れるつもりならうちにスカウトできないかと思ってな。わかった。戻ってこれたら検討するよ。忘れんな。あんたが戻ってこようとしなくても俺が迎えに行く。そうそう、だからちゃんと戻ってきてね。ラウにはここに来るように伝えてある。最後に確認するが、本当に引き渡していいんだな？あ、分かった。指名手配を外す条件交渉についてはこちらに任せてくれ。助かるよ。どうした？引き渡しまではまだ時間があるはずだな。引き渡しの場所を変更したい。女を連れて近くの不当まで来い。どうした？ナウが引き渡し場所を近くの不当に変更したいと言ってきた。この土壇場でか。嫌な予感がするな。どうする？駐車して様子を見るか。いや、このまま行こう。私はジャンの車に乗る。ルクは目立たないよう近くで待機してそのまま尾行してほしい。了解。来たか。女をこちらに連れてこい。引き渡すには条件がある。高校者を捜査対象から外すこと、それと高架界の二人の指名手配も掘り下げることだ。なるほど。その条件を餌に連れてきたのか。いいだろう。高架界も幹部が二人も死んだ以上、勢力低下は必須だろうしな。想像通り気が強そうな女だ。どうしてこんな目に遭っているのか、理由は分かっているな。弟が殺されてから7年、ずっとお前の行方を探していた。まさかあんなところに潜り込んで当主の妻にまでなっているとは。積年の恨みをじっくりと晴らさせてもらうぞ。私の夫ヤン容赦を殺害したのはお前か？私の夫か。
お前は孤児だったんだろう。せっかくできた唯一の家族を奪われてどういう気持ちだ。答えられないか。それとあの男はただの隠れ身だ。家族でも何でもなかった。お前は弟の命を奪って私のことを恨んでいるのかもしれないが、そもそもラウキンミンの死は自業自得だ。あいつが何をやっていたか知らないのか。弟が何をやっていようか、それはあいつの死ぬ理由にはない。ましてお前のようなイナゴ連中に殺される理由にはない。今度の野蛮人がこともあろうに雇い主を殺すのは世の断りに反している。わきまえさせてやる。簡単には死なせてやらんぞ。お前が早く夫の元に行かせてくれと泣き叫ぶ、じっくりと痛めつけてやる。お前は高架界に逃げ込むためにローズという女からヤンを雇ったんだろう。女を武器にするしかないものは哀れだから。そのせいでローズはお前を恨んでいた。だから流走家にお前とヤンをおびき出した。つまりお前の夫が殺されたのはお前の自業自得というわけだ。色仕掛けが得意なんだろ。俺も垂らし込んでみるか。怪我をしているのか。流走から流れ弾にでも当たったか。お前の包帯姿にはなかなかそそられる。なるほど、女を痛めつける趣味があるというわけか。この手錠はそのためのものなんだな。女の 2,3 人殺していそうだな。たかが陰梅風情、消えたところで誰も気にはしないからな。しかしやはり命乞いをするような女でないと面白みがない。お前は自分に何をされても全く動じないんだ。やはりヤンはお前の目の前で殺すべきだったか。お前の夫は見苦しかったぞ。俺に撃たれても生き残ろうと無様にもがいていた。そろそろ立っていられなくなってきたか。そんな表情もできるんじゃないか。いいぞ、もっと俺をそそらせろ。立場が逆転したな。命乞いでもしてみるか。
確かに。あんたは相当優秀なようだ。今までで一番手こずった相手だよ。これがお前の因果の果てだ。地獄で弟と待っていろ。どうしてここが？ユウがチップに GPS を仕込んでいてな。どうにか間に合ったようだ。俺の見間違いでなければ、あんた死のうとしてなかったか？俺は頼んだよな。俺に殺されるまで自分で死は選ばないでほしいと。兄さん！あんたが血に飢えたけだものになってしまったというのなら、まず俺を殺せ。俺はあんたの言う因果は十分に持っている。俺を殺した後であんたが来てくれれば、あんたと一緒に地獄を巡ることができる。俺はそれで本望だ。違うんだ。私は自分が獣になり果てたと自覚したから死を選ぼうとしたわけじゃない。あなたを殺したいとも思わない。私を死に誘っていたのは因果そのものだ。死神が私を連れ去ろうとしていた。だがあなたがその死神の手から私を取り戻した。だからあなたは私を連れて帰ればいい。それがあんたの意志だと考えていいのか？死に損なったのが私の運命だというのなら、それを受け入れる。その言葉、忘れないでくれよ。すぐに病院に運ぼう。高架会の指名手配は全部取り下げられたぞ。ラウが誰に殺されたのかの追及もなくなった。
警察はこのままこの件を迷宮入り扱いにす。これでひとまず安心だね。まあでもこの機会にゆっくり休みなよ。不穏分子も排除されたし、高架会の方はガイさんの方で何とかするってさ。そうだな、しばらく失踪するのもいいかもしれない。失踪？別にそんな深刻な話じゃない。ちょっと気分転換に一人旅でもしてみたいだけだ。ちゃんと戻ってくるよね。大丈夫だ、ちゃんと戻ってくるよ。いつになるかはわからないが。警護はどうするの？さすがに高架会の当主が警護もなしに長期旅行なんてないよね。ああ、会長職は降りようと思ってる。その話、具合にはしたのか？まだ具体的な話はしていない。だが、なんとなく私の意向は分かっているみたいだから、どうにかなるだろう。じゃあ、いよいようちに来てくれるってこと？それについては、予定は未定だな。まあその話は退院した後でもいいだろう。兄さんって意外に度胸ないよね。出て行って一声かけるだけなのに。お前がとんでもないことをしてかした尻拭いを俺にさせようとしてるからだろ。いつからそんな逃げつなくなった？そりゃ元ウェップの二人に仕込まれるわね。でも尻拭いじゃなくてお膳立てと言ってほしいな。兄さんの気持ちはユエさんにもバレバレなのに、なんで素直にならないんだか。それは俺たちみたいにすれた大人は気を逃すといろいろ面倒なんだよ。いいから早くフェリー来ちゃうよ。乗り込んじゃったらまた気を逃すことになるだろう。失踪先はマカオか？どうしてここが？大変申し訳ないんだが、あんたの入院中にユウがあんたの携帯に GPS 追跡機能を勝手に仕込んだらしくてな。それを謝りに行ってほしいと頼まれた。でまあそれを解除して欲しければうちに来いと脅迫しろと言われたんだが、それはさすがにな。あんたに新しい携帯を渡すから、それと交換してもらえないか。本人はここには来てないのか？ああ、さすがに自分のしでかしたことにおじけづいたらしい。ルク、最近は忙しいか？最近はユウががっつりネットで稼いでいるからな。
割と悠々自適な生活を送っているよ。じゃあ一緒にマカオに失踪するか。あんた一人旅がしたかったんじゃないのか。本当はそのつもりだったんだがな。あなたと一緒に行くのも悪くないかとふと思ったんだ。急な話だし無理なら構わないが、地獄道中を同行し損なった代わりに、これからの旅路を共に行くのも楽しそうだ。そう思わないか。わかったよ、一緒に行こう。バスルームの続きもあるしな。今度は途中でやめないからな。